うございます。視聴者の皆さん、ただいま6時5分前真っ暗でございますこの時間にみんな集合しとるでね。6時集合でみんな仕事してますよ。で、恒例遅刻企画だけど、はい、俺もちょうど来た時45分ぐらいちょうど着いたけど、一人来とったよな。あれ誰、健太郎だった。めっちゃ早いやんと思って。おおはよう。おおおおさっきおったの何、まさくん。今僕来て、今靴履いてます。あ、ほんと。あれ誰、誰が健太郎くんが先に。手早いね、この時間に起きとんの。いや、もう毎日50分ぐらいになって。マジで偉いね。6時集合でしょ。6時開始、はい、開始って集合。遅刻取れるかなと思ったけど取れんじゃん。いつも遅刻シーズンに来とる。何人か困る。健太郎がまさかの朝早いなんて。健太郎、おはよう。すげえじゃんお前、はい、なんでお前こんな早く起きとんの。嫁に送ってきてもらっとんの。いや、今日は車あと15分ぐらい前におったろう。嘘、すげえじゃん。なんで反省したの。あ、反省毎日起きちゃう。うん、起きた。ちょっと突っ込んでくるか。早いねみんな、全然普通に。あ、あともう行っても、視聴者の皆さん、あと2分ぐらいでございます。遅刻が。お、もうみんな来とるな。おー、元気ねえぞ。おはよう。おはよう。おはよう。サビでな、怪我しんようにな。あとあれ、もうこんで終わり。あれ、もう6時じゃない。あと1分、2分ぐらいだな。だ、最近遅刻ない、みんな。そうっすね。いや、でもちょろちょろ。そう。あ、若いやつ2人も来てないな。なや、全然来んがや。もういいだろう。はい、60分チェリギチ待機だな。あ、楽しみだね、また社員いじめるで朝6時から社員怒ってさ、視聴者の皆さん。マジか。おい、公園が。あ、全然公園じゃん。3人ぐらい来てないだろ、多分。昨日飲みに行っとる。じゃあ早く帰ってて。俺もだって家帰ったらもう9時半なんだ。9時過ぎには出てたんだ。はい、あ、来た。誰だ、あれ誰。あれは岡部っすね。岡部、こっちっす。あー、さ職室。えー、さ職室始まる。おいだはい、ケモン、お前乗ったんだ、開いてください。はい、乗らない、乗らない。ケモン、ケモン。やったな、お前。お前。何時だ、今。6時3分。なんか言いたいことあるんだと聞いたら、先に。俺がどの1月前。すいません、遅刻しました。YouTube で見たやつだろ。見ました。いや、でも頭にずっとよぎって生活をしてたんですよ。なんで、いつかやられるか。いつか終わるのかな。いつか上司はな、お前。じゃあしょっちゅう遅刻しようか。こういう遅刻が多いかもしれない。そう、まあ3分5分だな。まあ朝6時からするもんな。まあいいとは言わんけど、頑張っとるでな、お前な。あれやし、遅刻しようぞ、こいつ。よう、お前、遅刻しんかったな。いや、だって僕、解禁長。そう、直射や。青から来てるの。来てないじゃないですか。あ、そうも来てないわ。え、じゃあ青原さん家になかったの。そう、あ、じゃあおるのか。シャ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 。普通に歩いてる、普通に歩いてる。ちょっと、しかし、これかけすわ。何か。来た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 。決定的瞬間。あなんだお前それ、うるさいんか。お前我慢や、ここで我慢や。びっくりしちゃったよお前。なんや、うるさいよ。マジで、漏らちゃう。関係ねえ、漏らせよお前。今のちょっと出たね。おい待て最初のお前、すいません。言うことあるだろう。すいません。何がすいませんの。遅刻しました。僕これ動画で見たことあるだろ、このシーン。はいはい。もらせよ、ここで。ここで漏らせよ。ああ、いいやろ、って。漏らせよ。漏らせよ。絶対ダメっす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 。そう、マジやばい。結構なとこから我慢します。コーヒーなんて飲んどるでだって。コーヒーなんか飲んどるで。だから、お前、飲んびり、お前、遅刻して、お前。飲む時間あったな。コーヒー飲む時間あったな、お前。おい。ごめんなさいわ。うっこしたいですわ。うっこしたいです。ちゃんと言え。うっこしたいです。よし、オッケー。うわー。
ほんとみんな遅刻が面白いな、やっぱ遅刻は。起きてます？はショー、はい、寝とんちゃうあいつ。あ、うんこ、うんこ間違いうんこ、お前まだもううんこしてきただろ。一回うんこしてきて、うん、で、すぐに出て、うん、間に合うなと思ったんですけど、うん、もう一回うんこしたくなって、うん、うわもうダメだと思って、うん、ここでうんこしたの。家出てすぐ、うん、コンビニで、うん、トイレ借りたんですけど、その時にコーヒーを。あ、ほんで遅刻したんか。余裕だなと思って途中走ってる時にまた波が来たんで、えらいと思って。あ、そういうことか。コンビニ運行しとったの。そうっす。あ、ほんで遅刻したんか。あ、じゃあギリギリセーフだな。そんなわけねえだろやりはいな、お前もなんだよ、お前なんでそんなことばっかり言うんだよ、お前そういうわけねえよ、お前最後のトイレあのガキ起きましょう、電話しよう、電話しよう。だけど、いい加減13分13分13分だぞ。あ、かかるよ、かかった。スピーカースピーカースピーカー、音マックスでしょ。起きとる。あ、もう分かっとる。あ、そう、了解。うん、はいはい。あいつごめんね、俺やな分かっとる、偉そうだったな、あいつ来おへんな。時間的にだいぶは？もうだってもう十何分だぞ、あいつ。あいつ何やっとんの？いつもこんなん。いやそんなことないですよ。あの黒板見たら分かるんですよ、誰かどんだけ寝坊する。なんで赤いとこ？あの罰金、もう今罰金制にしてるんで。あ、ちょっとお前見てみよう、見張ってみよう。あいつ来た、次は見に来い。ちょ、見に来せ、見に来せ。マジで？さらしたろ、お前。お前大原じゃないの？そうだよ。お前一番多いじゃない？服のせいにしとったけど、お前一番多いやん、お前。あいつもだぞ。あ、もう今つけました。岡部？はい。あいつ1個しかないの？ひょうで1個ですね。そう、珍しいね。ショーなの？こんなん5個ぐらい来てやんからしょ。そりゃそうだろ、こんなん食欲だ、もう積み込み終わっちまうやん。確実にあれもう家におっただろ。だと思います。なあ、絶対おかしいよな。まあ、もう出なくなっていいだよ、そら。真っ暗だったら、視聴者の皆さんね。入ってきた。かけとけよ、かけとけよ。あ、もう入ってた。あ、しやぞ。こういうとこ、ちょっと。黄色目立つっすよね。黄色目立つな。まずいな。何やっとんの、デモンビッションじゃん。デモンビッション。気づいたな、社長に。多分走ってくるってことは。おい！何やっとんのお前は。おい！マキノさん、アイドル。アイケモ、アイケモ。またこれか。またこれか。全然知らなかった。なんだお前、さっき偉そうに喋りとったらなかったか、出会いちゃん。起きとる。あ、もう分かっとる。あった。いや、偉そうじゃないです。何すいません。お前遅刻しても、そうなのできんか。ダメです。お前どうやって謝るのかな。また謝るでしょ。ごめんなさい。お前何分遅刻ぐらいって。もう26分だぞ。お前電話した時家におっただろ、マジで。いや、あの時もう出てました。絶対にさ。本当です。家の前車に乗ってないだろうか。乗ってました。そっち。いや、本当です。15分ぐらい経ったんだ、お前。本当です。じゃあ、もうダメや。おどこなんだ、こっち。合格組はお前。不合格組。合格組こっち。えい、メッツブレイ出たー。メッツブレイ絶対そういうのやるぞー。メッツブレイ、いいか。おはようございます。おはようございます。いいぞ、いいぞ、大丈夫です。いいぞ。あー、怖い。すぐ食べるな、お前。25分しか見せない、お前。いいぞ。OK。
じゃあ、視聴者の皆さん、向井道場の食の方がまた楽しんでいただけたでしょうか。また定期的に行きますんで、ぜひ、また一つも、いろいろです。あのね、ちょっとね、なんか直射困難どのものとかで、アクリルのあるコメントもあったけど、まあ、それでは応援のね、なんかメッセージに書いてほしいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。せーの、まだ見にねー。